はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルミッシュです。今回はですね、This is the Police の続きをプレイしていきたいと思います。巡査部長、歯科医が市民をパニックに陥れているとコメント。死刑、歯科医に関する多数の偽の証拠に困惑。そうなんですよ。さらに被害妄想に取り憑かれたフリーバーク市民。で、今日は全部グッドで、ただより高いものはないか。のヒントが全く攻略に役立ってないからな。ワンショーか。これはじゃあ、今回は、前回事件を解決した、ビーズリーにあげましょう。で、問題は、カタログは、追加費用なんで、ちょっと押し間違えちゃいましたね。ケージスロットを増やしてもらえるかどうかですね。リクエスト結果、頼むぞ。おー、ケージを1人多く雇えるようになった。やったぜー。ってことは、全部いけるね。まずは、ケージでしょ？まあ、優秀なケージがいいんで、もちろんティム・ラケットにしましょう。ティム・ラケットを、シフトじゃあ A に追加します。OK。で、スワットを効率アップさせましょう。じゃあ、パワーアップ。で、さらに、警官も1人多く雇えるようになったか。でかいな。じゃあ、ここは、パスディアン・メイ。これ850も持ってるんで、これをシフト、どうしようかな。A に追加しましょう。A に追加。で、最後は給料アップですね。73ドル。絶望的だな、73ドルって。さあ、モーテルの方ですね。市長の元秘書である33歳のジュディアス・ピアーヌがモーテルの部屋で惨殺されているのが見つかったということですが、まあ、まず順番で言ったらやっぱりね、この住宅街の連続殺人事件かな。か、郊外の連続殺人事件。ストリップクラブで働いていた25歳のパメラ・コックスが自宅で殺害か。まあ、順番通り行きましょう。ここは住宅街から行きます。ピーズリーとエイムス、頼むぞ。で、殺人未遂、デザイア公園ですね。公園にいたら、歯科医に追いかけられた、と女性は言った。ドリルの音も聞こえたのよ、と、男の目は悪魔のように光ったわ。なんか嘘くさいよな。まあ、一応、モリスとドレイク、坂にスカンロンの3人を出しましょう。さ、肝心の殺人未遂の方ですが、まあ誤報だよね。そう思うよ。で、寺での殺人事件。お寺があるんだ、フリーバーグ。薄汚い格好をした男が寺院に乱入し、かかってこいよ、平和主義の坊主野郎、と叫んで、2人の来訪者を負傷。目撃者が警察に通報し、できる限り早くその場所を離れた。反撃に出始めた者もいるらしい。もうこれは騒乱になる恐れがあるな。フロリドにレイグッド。この2人行きましょう。まあ、フロリドがいるんで大丈夫だと思うんですけどね。連続殺人の方は証拠写真を見つけています。新しい写真を3枚と。ああ、何なんだこの色違いのジャンパーを着てるこの写真は。何？ビーズリー刑事が死亡？歯科医の仕掛けで危険な罠にはまったと。マジか。ビーズリー刑事の無駄死にを受けて我々話し合いしました。今後このように回した場合、スワットと一緒であれば出動を拒否する。マジか。ライフワイヤー電気店の不審人物ですね。女性販売員は窓の外を見るとドリルを持った奇妙な男。最近ドリルを持ったやつ多いな。ニュースで見た歯科医に似ていたの。
まあこれは誤報だな。マジか。せっかく刑事、いや、警官一人雇ったのにな。さ、殺人の方ですね。寺院の中心部に負傷した2人の修道士がいる。そして片隅には怪我をして苦しんでいる年寄りの男がいる。その男は銃を落としていた。修道士の近くには血痕が残っており、それは左の方向に続いていたと。ああ、じゃあ左側にある大ドアをちょっと調べましょう。何？部屋の中では汚らしい格好をした男が神について何かをつぶやいていた。その男は怪我をしていて、横には使用済みの銃が置いてある。まあ、ゆっくり近づいて。何？逃げられたか、この状態で。フロリドを派遣してもなおダメだったか。そしたら警察署に行ってリクルートをしましょう。刑事が一人いなくなっているので。ああ、まだ死亡が確認されてないからダメなのか。死んだ刑事の補充をしたいんですけどね、一刻も早く。サンドからの依頼ですね。乱暴な飲んだくれがうちのレストランにいると。じゃあモーリス君行ってくれ。まあこれは誤報だよね、当然。麻薬取引。市のゴミ廃棄場で、市のゴミ廃棄場もなんか事件よく起きるな。東ヨーロッパ出身らしいギャンググループ同士の会合に目を光らせている。一つのグループ側のリーダーらしき男は何やら白い粉を試している。警備員はそこに何人いるのか把握できないが、少なくとも車が4台以上あることは確認したと。なるほど。ってことはここはスワットチームを出しましょう。ギャングたちの銃撃戦はすでに始まっていた。マジか。拡声器を使って撃ち合いを止めるように、まずは命令しましょう。負傷した犯罪者が警察の方へ駆け寄ってきた。片手で負傷した足を押さえ、もう片方の手で銃を持っていて一人一人に銃口を向けている。その男は明らかにパニック状態だ。なるほど。まあ、ここは男を撃ちましょう。よし。まあ、こちらに負傷者が出なければいいでしょう。これでフロリドが死んだとかってなるともう大ダメージですからね。湾口倉庫エリアでの強盗事件。ほとんど使用されてない倉庫のアラームが鳴った。まあ一応ここは出すか。なんか誤報の可能性もある気もするけど、情報が少ないのが逆に怪しい。盗品の収受。匿名で密告。昨日港から盗まれた大量の輸入酒が郊外にある廃屋に保管されていることが判明。その廃屋内で分配されている小口販売に回されるのだ。現場には武装したガードが少なくとも5人もいる。5人もいるのか。5人いるってことはこっちは4人出すしかないよな。現有戦力。なんでこういう時にスワットが出せないんだ。今事件が起きるとまずいな。誤報だったか、ラームは。すぐ戻ってきてくれ。新しい写真を3枚入手。よし、これは捜査をしましょう。これはさすがに証拠が揃ったでしょう。まず、黒のセダンがビデルに乗り続け、2人組が降りた。1人はレインコート、2人は何も言わずに横を降りたと。1人はレインコートね。黒のセダンです。なので、黒のセダンなんで、
どうだ、黒のセダンっていうとこっちが黒のセダンだな。これが黒のセダンですよね。でエレベーターが開く音がして振り返ると、怖い形相の2人組がいたと。エレベーターの写真はないかな。1人はレインコートを着ていた。これがレインコートと言えるのかどうかというのはあるけどね。武器は持っていなかったという時点でこっちだよね。こっちは武器持ってるもんね、拳銃らしきもの2人とも。強盗だった可能性もあるが、金庫の中でうんぬんかんぬんと。ちょっと難しいな、これだけだと。まずなんですが、これは何してるんだこの男は。白シャツの男が何をしてるのか全くわからない。半ズボンだし。黒のセダンで乗りつけて、ジャケットの色がわからないと何とも言えないな。ちょっとジャケットの色の手がかりないかな。1人はレインコートを着ていたという以外に情報がないね。これだけだとちょっと難しいな。ちょっと整理しますか。まずはセダンで乗りつけて、これは何持ってんだ。これ階段で登ってるから階段関係ないよね。エレベーターだもんね、今の話だと。これは横断歩道を渡ってきていると。これは白黒だから分かんないだけ。シャツの色は、とするとだ、エレベーターの音がして振り返ると、怖い形相の男2人が見えたと。これは手にカバンを持ってるな。こっちは逆に手にカバンを持っていない。いや、わからないね。何かを奪ったならただカバンを持っていてもおかしくないよね。違うね。もうちょっと写真が集まるの待ちましょう。ちょっとこれだけだと解決までは難しいかな。事態は深刻か。応援出したいけど今応援いないんだ、ごめん。逃げられたか。何、警官が死んだ。誰が死んだんだ。モリスか。モリスが死んだか。いや、応援出してあげたかったよ。今回は刑事と警官一人ずつ失ったな。残念だな、ビーズリー、モリス。はい、というわけで71日目プレイいたしました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続き72日目プレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。